バロンフォンらしくはアメリカ合衆国の元プロレスラー。ネブラスカ州オマハ出身。もともとはアマチュアレスリングの競合でオリンピックの代表選手に選ばれたほどの実力者だったが、プロ転校後はナチスドイツギミックのヒールに変身。1970年代を前世紀に NWA、アは WW w WWF の各団体で活躍した。 その風貌やキャラクターから怪奇派レスラーのムードも漂わせ、日本では幼獣の異名をつけられた。シニアハイスクール時代からレスリングの名選手として活躍、1958年にネブラスカ州のヘビー級王者となり、ネブラスカ大学に入学後もビッグエイトカンファレンスで優勝を果たし、オールアメリカンに2回選出されている。1963年に、 スウェーデンで開催された世界大会では、グレコローマンスタイルで銅メダルを獲得。陸軍に入隊後の1964年にも AAU のナショナルチャンピオンシップで優勝。同年の東京オリンピックにもアメリカ代表で出場が決定していたが、怪我のために参加を断念。オマハに戻った後、同地区のプロモーターだったジョー・デュセックから、アワの総水バーンガニアを紹介され、 同じくレスリング出身だったガニアのトレーニングのもと、1966年にプロレス入り。当初はジムラシクのリングネームで正統派レスラーとして活動していたが、1967年にマッドドッグバションの助言により、カナダのモントリオールにてスキンヘッドのナチスドイツギミックに変身し、バロンフォンラシクを名乗ってヒールに転向。 このギミックの選達フリッツ・フォン・エリックにあやかったブレーンクローをフィニッシュホールドに同年11月27日にエドワード・カーペンティアからいわイ,インターナショナルヘビー級王座を奪取して脚光を浴びる。1968年末よりテキサスの東部地区に参戦しフリッツ・フォン・エリックや和風マクダニエルと構想を展開。1969年4月1日にはエリックから NWA アメリカンヘビー級王座をダッシュ。同年6月3日にはトーナメントの決勝でホセロザリを破り空位となっていたテキサスブラスナックル王座を獲得した。1970年はアワの提携団体だったインディアナポリスのワウィに登場。ボビー・ヒーナンをマネージャーに従え、3月7日にリック・ザ・ブルーザーからワウィ世界ヘビー級王座をダッシュする。以降もワウィを 主戦場に同じくヒーナンがマネージメントしていたザ・ブラック・ジャックスのブラック・ジャック・マリガニやブラック・ジャック・ランザとも共闘、ブルーザーをはじめウィルバー、スナイダーやカウボーイ・ボブ・エリスらと交想を繰り広げワウイ世界ヘビー級王座には通算3回退官。1973年2月24日にはアーニー・ラッドをパートナーにブルーザークラッシャーリソワスキーを下して ワウイ世界タッグ王座も獲得している。1975年1974年より本拠地のアワに戻り、ドイツ出身のホーストホフマンと組んで、ビル・ロビンソンジェフ・ポーツのイギリス人コンビと英国のタッグ構想を展開。ガニアのアワ世界ヘビー級王座にも再三挑戦し、アンドレザ・ジャイアントともシングルマッチで対戦した。1976年12月からは、 フレッド・ブラッシーをマネージャーに迎えて、WWWF に登場。ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでの定期戦において、WWWF ヘビー級王者の、ブルーノ・サンマルツの2 9 7 7年3月28日と4月25日の2ヶ月連続で挑戦。5日後に、スーパースター・ビリー・グラハムに敗れて王座から陥落する、サンマルツノの,の最後のチャレンジャーを務めた。 チーフ・ジェストロンボービリー・ホワイト・ウルフが保持していた WWWF 世界タッグ王座にもスタンスター・ジャックラと組んで東部各地で挑戦している。その後はジム・クロケット・ジュニア主催のミッド・アトランティックチャンピオンシップ・レスリングで活動。1977年10月12日、リッキー・スティーム・ボートを破って NWA ミッド・アトランティック・ TV 王座を獲得。 1978年6月7日には、グレッグ・バレンタインと組んで、スティム・ボートポール・ジョーンズから、同地区版の NWA 世界タッグ王座をダッシュ。ヒールターンしたジョーンズとのコンビでも、1979年5月1日に、ジミー・スヌーカポール・オーウン・ドーフ、8月22日に、マリガンリック・フレアを破って、同王座を獲得。 スティムボートジェイ・ヤング・ブラッドのアイドルチームともタイトルを争った。1980年代初頭はジョージアやフロリダなど NWA の南部テリトリーで活動。ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングでは1980年6月8日にオースチンアイドルを破り NWA、ジョージアヘビー級王座を獲得。エディ・グラハム主催のチャンピオンシップレスリング。 フロムフロリダでは、同年11月21日にバリー・ウィンガムから、NWA フロリダ TV 王座をダッシュ、ダスティローデスやジャック・ブリスコ、ボボブラジル、バグジー・マグローとも構想を展開した。NWA の総本山だった、セントルイスのキール・オーディトリアムにもたびたび登場し、デビット・フォン・エリックや、テッド・デビアスとのシングルマッチ、ティック・マードックや、ブルーザー・ブロディと組んでの6人タッグマッチなどに、 出場している。1981年3月より、ベビーフェイスのポジションで、フルスのアワに復帰し、ビッグ、ジョン・スタッド、ジェリー・ブラックウェル、ジェシー・ベンチュラアドリアン・アドニスラと対戦。1982年には、当時アワでブレイク中だったハルク・ホーワンともタンクを組み、ヒーナンファミリーのニック・ボック・ウィンクル、ケンパ・パテラ、ボビー・ダンカンと交想した。 1984年5月6日には、旧敵クラッシャーとのベテランコンビで、パテラブラックウェルから、アワー世界タッグ王座を、ダッシュ、8月25日にロードウォリアーズに敗れるまで、保持した。1986年には、ミッドアトランティック地区にて、負傷したクラッシャークルスチェフの代打として、イワン・コロフに来たコロフのザラシアンズと共闘。再び、ヒールとなり、同地区で、 フェイスターンしていたウォリアーズとの交渉を再開した。1988年には短期間ながら WWF に登場、ザ・バロンの名義でパワーズ・オブ・ペインのマネージャーを務めた。以降はアワに戻り、1991年にアワの活動が終了するまで単発的にリングに上がっていた。その後もインディー団体に時折出場していたが、1995年に引退。 以降もカリフラワーアレイクラブなどの OB 会やイベントに時折顔を見せており2010年4月17日にはティネロックダウンのファンフェスタにヒーナムやドリー・ファンク・ジュニアと共にレジェンドとして出席したプライベートでは物静かな読書家でもあり博学で紳士的な一面も持ち合わせる本人はヒールを演じることで本来の自分とは別の人格になりきれたことを 楽しんでいたという。1964年の東京オリンピックには不参加となったが、7年後の1971年10月、アワと提携していた国際プロレスへの参戦で、プロとしての初来日が実現。10月27日に森岡にて、ダニー・リンチと組み、サンダー杉山ラッシャー・木村の岩世界タッグ王座に、11月12日に、調子にて、 ストロング小林のイは世界ヘビー級王座にそれぞれ挑戦している。1972年3月の再来日では、ドンレオ・ジョナサン、ジョージ・ゴーディエンコ、ホースト・ホフマン、そして当時モンスター・ロシモフと名乗っていた、アンドレザ・ジャイアントらと共に、第4回、イはワールドシリーズに出場。ブロック主位の戦績で、決勝トーナメントに勝ち進み、準決勝で、ロシモフと対戦。 破れはしたもののレスリングテクニックでロシモフを翻弄した。リーグ戦終了後のワールド選抜シリーズ開幕戦にも残留参戦し、5月7日に旭川にて小林の岩世界ヘビー級王座王座に再挑戦した。1974年9月の3度目の来日では、阿波でも共闘していたスーパースタービリーグラハムと組み、9月23日に東京の日大行動で、 木村グレート撮さの岩世界特王座に挑戦。10月3日の岡山大会でもザキウィズのニック・カーターをパートナーに木村くさに再挑戦している。10月5日には愛知県体育館にて木村とシリーズ最終戦の10月10日には宮古にて草津とそれぞれ金網デスマッチを行った。1975年下記より国際プロレスが アワとの提携を解消したことに伴い、日本での活動の場をアワの新しい提携先となった全日本プロレスに移行。同年12月開催のオープン選手権で全日本に初登場し、開幕戦でジャイアントババと対戦している。12月9日に福岡で行われたドリー・ファンク・ジュニアとの公式戦では、スピニングとホールドを決められながら、ブレーンクローで、 ドリーを迎撃するという名場面を見せた。1977年3月20日には、ノースカロライナ州グリーンズボロにて、ババの PWF ヘビー級王座に挑戦。同年5月の再来日では、札幌で、ジャンボツルダの UN ヘビー級王座に挑戦した。1979年1月の来日時には、1月3日に、高楽園ホールで、キングイアウケアと組んで、 ババツルダのインターナショナルタッグ王座に挑戦。特別参加のフリッツ・フォン・エリックとのタッグも実現した。1981年11月には、キラー・カール・クラップとのクローコンビで、世界最強タッグ決定リーグ戦に出場。ババ&、ツルダ、天竜源一郎・ゲン・イチローアシュラ、ハラ、ザ・ファンクス、ブルーザー・ブロディジミー・スヌーカ、 ハーリー・レースラリー・ヘニング、タイガー・ジェット・シーン&、上田・馬之助、ザ・シーク・マーク・ルーインといったチームと公式戦で対戦したが、白星は極道コンビからの一生のみで終わった。現役での来日は、これが最後となったが、1984年5月2日に、ミネソタ州ロチェスターにて、日本でニック・ブック・ウィンクルを破り合わせ世界ヘビー級王者として、 アメリカに遠征してきた鶴田に挑戦している。ありがとうございます。